自分の親に聞いてみる一番やんちゃエピソード。楽しいと思う。もう俺の親とかも結構おもろいし、俺のおかんも絶対楽しい。なんでもう俺のおかんもやだわ。陰キャと陽キャで分かれすぎちゃう。現世詰まってた。親も見てるから、親からなんだねとか言いにくい。こんな綺麗に分かれることない。確かにな。目がキラキラしてるのもう頭抱えてる3人。しかも一人もうガチで抱えてるやつ。親と不仲説が。いやー、ということで、まあざっと説明すると、まあ今からお父さんお母さんご主人に電話して、親から見て、はい、自分たち、うん、子供の時でもいいし、まあ大きくなってからでもいい、一番やんちゃだって思う、あーちゃんとやらかしたなって思うエピソードを聞いていきましょう。おー、怖え。陰キャのやらかしなんて、まあ、本当だよ。なんかそこら辺で立ち寄したとかそんなもんやん。僕から見てつまらなそうか人から言ってもらっていいですか。タボ、やっぱ俺だ。やっぱ俺なんだよね。両親といい勝負なんだけど、あの親と仲悪いから、おもろいやん。お願いします。なんでお前親に LINE で。そんなやつ。そこがもう陰キャだ。大体 LINE じゃない？陰キャ。なんでやねん。大体 LINE でしょ。おもろいよ、だって。もうみんな。見てる人と同じで親がいるわけですから。そうだね。まあ、お前はいないのかもしれないけど。いるわ。いるに決まってんだろ。どうやって生まれたんだよ。警察署に出ました。警察署だね。家電です。魔界の番人じゃないの。あ、もしもし。もしもし。はい。あのだけどさ。おお、なんだよ。あのちょっと聞きたいことあって。誰に。あなたに。なんだよ。子供の時っていうか、子供の時から今まで、ね、一番やんちゃだったなっていうエピソードを教えてほしいんだよね。俺だよ、お前のやんちゃ。あ、俺のやんちゃ、そう。マジか。あ、そうそう。でかした。あー、いちごゲロがね。え、なんで、なに。え、いちごキャノン。なんで。いちごゲロ、それぐらいいいかな。今不安のは。え、でもこの程度。いや、でも実際ね、 あなたやっぱほら結構おとなしい系じゃないですか。あんまりそのなんつったらいいのね、骨折ったとかさ。まあそうないね、そういう系はね。車バイクで事故ったとかさ。うん、全然ないね。その最終的にうわーっていうのは、いちごゲロ。いちごゲロ。いちごゲロ。分かった、ありがとう。お前らそういう企画なんだよ。まあ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 、まあ、ジャムみたいなもんだから俺は。ああ、そう？そうそうそう。じゃあジャムでイチゴゲロっていうことでいいのかな。ああ、いいよ。また近いうち帰りますわ。え、帰んの。なんで嫌そうなの。頼むよ。はーい、うん、はーい。バカおもろかったよ。最後の頑張れよ。でもうなんかもう静かになっちゃう。だからの頑張れ。もう熱いことがないから。最初めっちゃなんかおちゃらけた感じだからさ、何この感じ。ね、いいなぁ。めちゃおもろかったから、バカおもろいやんから入ろうとしたら頑張れよ、でも。結局、いちごキャノンでいい。このエピソードちょっと説明してもらわない。じゃあ俺、小学校2、3年ぐらいの時に、誕生日かな。で、何食いたいって言われて、いちごかけたいって言ったら、大量にいちご用意してくれて、はいはいはい、で、それを食いまくってたら、その日夜寝ながらゲロ吐いてたっていう。これが、24年生きてきて、一番やんちゃだったりするね。そうでしょ。ちゃんと魔界に24年間いたって。そういうことだね。保育所でパパが拾ったんだろうかな。やめとけ、やめとけ、それ。はい、ということで、ターボパパさん、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、続いて、のりさんです。はい。はい。ちょっとね、僕、早めにかけないともう寝ちゃうんでね。のりこは？そう、のりこで寝ちゃうから。ふざけてるみたいになってるけど、ガチでのりこだから。母さん、はい、はい、いきます。母さん、みんな呼び方違うんだ。寝たの。もしもし。はい、もしもし。はい、はい、はい。あ、おひさ、おひさ、あのね、ちょっと聞きたいことありまして。はあ、俺が、うん、24年間生きてきて、あ、一番やんちゃだったなみたいなエピソードあります？あ？やらかしたこと、俺が。やらかした？
別につまんねえなおい。なんかなんかないの？なんかないの？なんかない。そんな別にないよね。ダサすぎん？俺どんだけ英語やねん。なんかあるでしょ、なんか仕方になんねえのよ。エジプトの時とかないの？エジプトの時とか。あれやの、十二回のあの落ちそうなあのあそこのところ平気で歩いてるのとか、他のよ、他のそれしかないってことじゃない、小学校とか。そんなにないよ。俺陰キャやないか。俺陰キャやないか。ありがとうございます、女らね。はい、女切るわ。おやすみなさい。なんて言ってたの？エジプトに行った時に空港で、はい、僕当時だから2歳とかちょっと外に出れるとこがあって、鉄柵があって、そこ外窓の外に出ちゃってんの俺が。間行けるぐらいなの。小さい。危なくない？危ないじゃん。そこにもうこうやって折ったっていう。まあいいやつ、いい子ってこと。そうだ、いいやつ。ゴリはもう平和に育ってきて、あの18ぐらいから急にこうなグレグレだった。急に見た目がヤンキー。はい、ということでのりこさんありがとうございました。ありがとうございます。続いて大輝さん。はい、いきますよ。僕パパ行きましょう。じゃあパパちょっと行きますね。なんだこの、もうそっ、あ、もしもし。はい、ちょっと一個質問なんだけど。はい。俺が24年間生きてきた中で、一番やんちゃなエピソードって何だった？いっぱいありすぎて言えねえな。じゃあその中でもちょっと一番やばかったやつ、小中高全部どれでもいい。まあ YouTube で流れるとしたら言えないけど、うん、まあ、まあどれが一番。言えねえわ。あとはもう完璧ですから大丈夫です。おお、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。多分血は繋がってないです。こんなやつのお父さん。はいはい。それが完璧っていう、うん、あれよかったね。なんかもう爆笑の企画の手がもう、あ、なんかしんみりしんみりしちゃうね。じゃあ、キョエさん。はい、キョエ。問題の男です。問題しました。マミーね。マミー。ちょっと怖いな。もしもし。はい、キョエです。はい。はい。あ、どうも、こんにちは。どうも。こんにちは。はい。こんばんは。はい。どうしたの？うん。僕が24年間生きてきて、一番やらかしたなっていうエピソードあれば、聞かせてほしいな。お願い。私？ありすぎて。え、そんなんあるかね、俺。まあまあまあ、一番やらかしたエピソード。もういいよ、独断でも。一番やらかした。独断以外ない。まあ、大ごとになりましたね。っていう。時間。オッケー、ごめんなさい。ごめんなさいね、こんな夜遅く電話して。ありがとう。またね。バイバイ。ありがとう。お前の親は皇室か。何言えんの？まあ、中学の時に。キョエさんのママさん、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ最後大本命。僕はもう両方ともね、どっちにもかけてほしいから。俺もおとんに先に聞いてみよう。なんならもうおばあちゃんでもいいよ。何そういや、もう負けない。さあ、じゃあお父さんにおかけします。行きましょう。はい、お父がもういきなり苦節。何これ、何これ。え、今接骨院電話かけてる。もしもし。もしもし。ちょっと今ちょっと YouTube の企画でさ、俺が24年間生きた中で一番やらかしたなっていうやつをちょっと言ってほしいんですけど。あのおばあちゃんがもう、もう手が、今が一番やらかしてんじゃねえ。わかりました、ありがとうございます。あ、わかった。うん、おーい。やばすぎる。やっぱもう破壊力やばい。今じゃないでしょ。体制者で。はい、ということで、お父さんありがとうございました。ありがとうございます。いやー、面白いね。正義の父ちゃん、ダントツだ。いや、でもなんかやっぱいいですね。いいわ、なんかほっこりする。でした。あー、なんならなんかどうでも良さそうだ。ターボが一番ほっこりしたというか。そうだね、意外。なんか意外となんかリボンとかマジ聞いてみたい。聞いてみたい。あー、確かに。カツキとかもめっちゃやらかしてる。いや、意外といい子なんじゃないか。あ、そうなんかね。で、意外と部活ちゃんとやるんじゃない、カツキは。あ、そっか、そっか。
マジ部活やってる人たちはあんまふざけないから、うん、部活やってる陰キャは一番なんもしない部活やってない陰キャも部活やってない陽キャがやばいそうなるほどということで皆さんも家族に感謝して、ね、いつか大きくなった時にこの酒でも飲みながらこういうお話したら楽しいので やってみてください。はいはい、はい、チャンネル登録がよろしくお願いいたします。お願いします。それでは次の動画でしましょう。想像掴む覚悟でぶっかまされてる奴ら蹴っ飛ばして、誰もが羨む生き様見せるぜ。 Yeah yeah yeah